常松隆義常松隆義から1920年6月29日は、日本の地主、政治家、実業家、衆議院議員、旧姓、かじや、幼明鉄三郎。岩見国にま軍政官村で、地主、梶野の吉郎の三男として生まれ、慶応3年4月11日に、母の実家である、あの大軍長久村の常松家当主、六右衛門の養子師となる。 泉前妻、常松京山から漢学を学んだ。17歳で野井村俊織役に就任。1872年、鳥居村外八家村古町に就任し、以後、地租改正収穫検査顧問総代、山野海祖顧問人、二間軍、阿納軍初期などを務めた。1881年島根県会議員となる。1882年、小原哲臣。 笹田茂らと岩見る県党を設立して自由統計の自由民権運動を展開した。1883年6月、家督を相続し常松家重大党首となる。1892年島根県会議員に再選され、1893年4月に副議長、1894年2月議長に就任した。その他、長久村会議員。 あのう会議員、地方衛生委員、農事主権委員、官業諮問委員、島根県徴兵参事院、水産連合会議所所長、島根県産事協会幹事長、衛生会長、あのうぐん農会長、日本赤十字社島根県支部幹事などを務めた。また、1897年あの銀行を設立して、監査役となり、岩見銀行を設立の発起人ともなり取締役に、 就任した。さらに非、上鉄道監査役も務めた。1894年3月、第3回衆議院議員総選挙に、島根県第4区から出馬して当選。その後第11回総選挙まで、連続8回当選し、さらに第13回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算10期務めた。立憲政友会に所属して、8回準備委員、院内主事。 院内幹事、幹事、政務調査会理事を務めた。議会には多くの法案と権利案を提出し、山院住管鉄道の開通、農水産業の振興に尽力した。ありがとうございます。